行きましょう。うい、アーニャアニメグッズ欲しい。アーニャちゃんってまだまだ子供よね。帰るけど、それがなんだよ。仲良し作戦、アーニャ父の任務成功させる。アーニャも今から家帰る。あ、だからどうした。じゃな。次男とおしゃべり難しい。でもアーニャ諦めない。次男と仲良くなって世界救ってみせる。おかえり。おかえりなさい。おう。もうこんな時間か。そろそろ夕飯にするか。今日はハンバーグの予定だったな。わーい、今日の夜ご飯、父の作るハンバーグ。よくわかったな。と、宿題があるなら早めに済ませておけよ。あ、そういえば。ではヨロさん、僕は夕飯の準備をしますね。はい、ありがとうございます。じゃあ私はその間にボンドさんの夕飯を。ボンドさん。アーニャ遊んでる暇ない。絵日記で忙しい。絵日記が宿題なのか。何を書くんだ。それに悩んでいる。本日はここまでとする。諸君、気をつけて帰るのだぞ。アーニャちゃん、課題で出た絵日記だけど何書くの。アーニャすごい絵日記書く。それってどういう絵日記なの。次男はどんなの書く。あ、絵日記。なんでそんなやつに聞くのよ。どんなの書こうが関係ねえだろ。気安く喋りかけんな。すごい絵日記書いたら次男にも見せてやる。すごい絵日記。庶民のすごいなんて大したことねえだろ。そうだそうだ。ちょっと、実際大したことなくてもアーニャちゃんにどう
ってはすごいものなのかもしれないでしょ。はっ。ってことがあった。そうか。それにしても絵日記なんてすごいも何もないだろう。そもそも絵日記はその日の出来事を絵と文章で表現させてアウトプットの強化を図りつつ、教師が生徒の日常の把握を。父難しいこと言ってる。でも次男にすごい絵日記見せないと。そもそもなんでそんなこと言ったんだ。プラン B のため。すごい絵日記が描けるなんてすごいぜアーニャさん。友達になってくれってなる予定。目立ちたかったから。そうか、うん、そうか。でもすごい絵日記って何でしょう。楽しい思い出を書くとかでしょうか。アーニャ、楽しいお出かけしたい。宿題に前向きに取り組もうとしているのはいいことだな。少し検討してみてもいいが。お出かけをしたら絵日記も書きやすいですよね。わかったわかった。それじゃどこに出かけるか決めるとするか。おちゃんと持ち物の準備をするんだぞ。あーや、完璧。ペンギンさん。さすがにペンギンを持っていくのは大変だから留守番してもらおうな。今日は随分と張り切ってるな。ウォフ。おはようございます、アーニャさん。いいお天気ですね。母、今日はずっと晴れ？そうですね。見たところ雲はなさそうですが。朝の天気予報では一日晴れると言っていたぞ。ワクワク。
あんまり近づくと濡れるぞ。ボンフォ、ボンフォ。楽しそうですね。それじゃあ帰るか。
出かけ終わり。お出かけ楽しかった。ボーフ。お出かけお疲れ様でした。夜さんもお疲れ様でした。お出かけ楽しかった。次のお出かけはどこ行く？落ち着け。一休みをしたら話し合いを始めましょう。アーニャ、町で何かしたいことはあるか？おいしいもの食べたい。いいですね。おいしいものを食べに行きましょう。うい、楽しみ。決まりだな。アーニャ、あまりはしゃいだりするなよ。
ください。今日の夕食は私が作ります。楽しみにしていてくださいね。
こんにちは、あるいはこんばんは、エージェント黄昏。今回のターゲットは美術品に隠された暗号だ。敷地内の至る所に美術品があり、そのうちのどれに暗号があるかは不明だ。なので片っ端から調査する必要がある。というわけで今すぐ行ってこい。無茶なオーダーのため情報を集める時間はなかった。情報不足のまま変装して潜入するよりは強引に忍び込んで対象を回収する方が良さそうだな。さっさと回収してここから脱出しよう。
よし。残り3つか。あと2つか。あと一つだな。こちら黄昏、すべての目標の回収に成功した。よくやった黄昏、直ちに本部へ帰還せよ。ふん、任務完了だ。でした。
しいただいても差し支えございませんでしょうか。
広げるの。おしゃべりするにもきっかけは大事でしょ。きっかけ、ええ、おしゃべりのきっかけになるなら興味があることでも何でもいいの。アーニャちゃんと話すことが増えたらみんなアーニャちゃんのいいとこ分かってくれると思うわ。おしゃべりのきっかけ、何でも、はっ、つまりペンギンさんの話をすれば。え、ペンギンさん、父にもらったエージェントペンギンマンの話すればみんな食いつくはず。ロイド様にもらったペンギン、アーネちゃんその話詳しく聞かせて。
おかえり。おかえりなさい。おう。そろそろご飯の準備をするか。Thank you.
はい、玉ねぎが安かったので。おかえり。チチ、どうした？これ何？ああ、抽選券だな。1枚あるから福引きができるな。福引き、あーにゃ、福引きしに行きたい。休みの日になったらな。うい、福引き楽しみですね。ブフ、してるの？先生、アーニャちゃんは一体何を？ああ、うん、ちょっとな。お絵かき。これはお絵かきかしら。このよくわからないものは何？失礼なお姉さん。やはり私が母親としてこの子に教育を、
そして先輩はそんな私に君と結婚するよなんて。アーニャにはわかる。お姉さんはいつも父のこと考えてる。父スパイパシュッパシュッ、母殺しやザクザク。できた、アーニャ自信作。お絵描きか、アーニャ。おお、対策だな。ボンドマンだな。わかるぞ、当たりだろ。うい。とすると、この魔女っぽいのはお姫様か。なんかグロいな。この猫は可愛いが。犬さん。ふう、なんとかバレなかった。そろそろご飯の準備をするか。そういえば、そんなこと言ってたな。急いで行かないと、いい商品なくなる。それじゃあ行くか。やったする。そうか、頑張れよ。うい、アーニャに任せろ。
れに決めた。うわするか。ハンバーグ、ワクワク。そうか、大変だな。助けに行くぞ。そうですね、悪い人をやっつけに行きましょう。夜さんまで乗り気ですね。ボンフォー、ついてこいお前ら。敵の罠に気をつけて行くぞ。
腹すいた。そろそろ帰るか。今夜の夕飯は何にするか。アーニャ、ハンバーグ食べたい。それじゃあ次のお出かけ先を決めましょうか。次のお出かけワクワク。次のお出かけは噴水広場か。心配ないと思うが、万一のテロにも備えて。父、お出かけ楽しみじゃない？いかん、いつもの癖で。そんなことないぞ。噴水広場楽しみだな。父真面目。忘れ物はないか？あと帽子だけ。ほら、帽子だ。うい。いい子で頑張れよ。母、おはよういます。はい、おはようございます、アーニャさん。今日も一日頑張りましょうね。うい。お
同じ班になっちゃうなんて最悪だわ。すぐアーニャちゃんに意地悪してさ。まったく、やっぱりまだまだガキね、あいつら。アーニャ別に気にしない。一緒の班になれば次男にいいとこ見せられる。そしたらアーニャのこと尊敬するはず。仲良くなってプラン B 進む。父も喜ぶし、世界平和。あ、そうだ。ねえ、アーニャちゃん、おしゃれしてあいつらのこと見返してやりましょうよ。男なんて結局女の見た目には弱いのよ。可愛くなればあんなやつイチコロだわ。アーニャよくわからない。おしゃれ難しい。大丈夫、私が手伝ってあげるわ。姉さん、お帰りなさい。うん、ゲップ。ほら、ここ間違えてる。はん。まあ、ここは間違えやすいからな。重要なのはなぜ間違えたのかを理解して繰り返さないことだ。なぜ間違えたか、小難しく考えずこの動詞にだけ注目しろ。頑張って、アーニャさん。Thank you.
アーニャ、お絵かきもいいが、今日の分の勉強は終わったのか？これ、書き終わったらする。お前な。まあまあ、いいじゃないですか、ロイドさん。しかしですね、ヨルさん。できた！父、母、見て見て！わあ、アーニャさんお上手です。これは何の絵でしょうか？アーニャ、父と母、それにボンド。まあ、今日一日くらいは構わんか。尾行を開始した。こちらキメラ長官、了解した。気づかれないよう慎重に続けたまえ。オキドキ。気づいてないふりをした方がいいのでしょうか？こちらアーニャ、母、自分の部屋に入っていった。盗聴を試みる。今なら我が組織最大の秘密の場所、母の部屋に入れるのでは？アーニャさん、私の部屋に勝手に入ったら危ないですよ。うい。そろそろご飯の準備をするか。いいとこどこ？それはその今ちょっと思い出せないだけで、ダミアン様のいいところはいっぱいあったよ。
頭に何か当たった。アーニャちゃんにゴミ投げつけないでよ。先生に言いつけるよ。なんだよ、俺らがやった証拠あんのかよ。そうだそうだ、言いがかりだ。ベッキー大丈夫だ、アーニャ全然気にしてない。さすがアーニャちゃん、大人の余裕だわ。その小バカにしたような笑いやめろ。調子乗んなよブス。そこ、今は掃除の時間だぞ。トニトが欲しいのか？またこいつのせいで恥かかされた。笑顔なのに仲良くなれない。母の教え役に立たない。焦る必要はない。しっかりと基礎を身につけ、日々を丁寧に過ごしなさい。うい。おかえり。おかえりなさい。おう。ごちそうさまでした。お皿片付け。ありがとうございます、アーニャさん。手ごわかったです。母疲れてる。父もスパイのお仕事でいない。エージェントアーニャ、緊急ミッションだ。
ひまたお絵描きか、アーニャ。うい、お絵描き楽しい。対策ができる予感。勉強もそれくらい熱心にしろ。いや、だが、芸術方面で認められるということがステラの取得につながる可能性はあるな。勉強だけではなく、別のプランとして絵画の教育をして画力向上をいけるか。アーニャのお絵描きで星取れる？父、アーニャの自信作見て。アーニャは芸術に目覚めた。これはなんだ、牛か？ボンド。ああ、そうか。無理だ、諦めよう。ガーン。そろそろご飯の準備をするか。二人ともはしゃぐのはいいが、先に朝食だぞ。よし、ボンド、今日の最初のミッションだ。朝ごはんを完食するのだ。今日は私が朝食を作ってみたんです。冷めないうちに召し上がってください。ガーン、あんや大ピンチ。
アーニャ、いいやつ出せる気がする。そうか、頑張れよ。うい、アーニャに任せろ。あんまり近づくと濡れるぞ。楽しそうですね。
無事にお出かけが終わってよかった。ロイドさん、お仕事も大変なのに疲れてませんか？これくらい平気です。父、お出かけ楽しくなかった？そんなわけないだろ。またお出かけ行きたい。次のお出かけどこにする？そうだな、どこがいいか話し合って決めるぞ。今度のお出かけは水族館に行こうか。水族館、お魚。いいですね、水族館。私もペンギン見たくなっちゃいました。でもロイドさん、お疲れのご様子ですが大丈夫ですか？いえ、これくらい問題ないですよ。てなわけで週末を楽しみにしてろ。お出かけワクワク。ボフThank you.
てきます。ウフ、国語を重点的に。国語の勉強、アーニャも一緒にやる。ふん、ダミアン様がお前なんかと一緒に勉強するはずないだろ。たかが掃除でも内申点のために頑張らねえとな。ダミアン様、手伝います。俺も今時のトレンドは掃除ですよ。次男喜べ、アーニャもお掃除手伝う。お前が手出しするとろくなことにならねえからいい、引っ込んでろ。うーん、何よ、アーニャちゃんがあんたのために頑張ろうとしてるのにひどいじゃない。アーニャ、次男の役に立ちたい。勝手にしろ。様、あいつの好きにさせていいんですか。いいからさっさと掃除を終わらせるぞ。はあ、やらなきゃいけないのは分かってるけど、やっぱり勉強って大変よね。あーにゃ、頭真っ白。授業中うとうとしてたでしょう。そんなんじゃロイド様にも怒られちゃうわよ。父は鬼。ロイド様って怒る時もスマートそうよね。鬼のロイド様も素敵だわ。あ、そうだわ、アーニャちゃんってもしかしてお家での勉強ロイド様に教えてもらってるの。うい。アーニャちゃん、今度お勉強会しましょう。もちろんアーニャちゃん家でね。アーニャ、普通に遊びたい。時にフォージャーよ、父は元気にしておるか。のお仕事。父は今日もターゲットと信頼関係を作るために頑張っています。うん、さすがだ。はて、ターゲットとは一体。アーニャも父みたいに頑張ります。Thank you.
玉ねぎが安かったので。おかえり。はっ。アーニャ、勉強の時間だぞ。ふっ。そんな顔をしてもダメだ。この時間から勉強の約束だったろ。任務のために娘を教育するその姿、素敵、好き。ああ、その姿をずっと見ていた。そして本当の妻として一緒に生活を。そのためにもヨルフォージャ、あの女から妻の座を奪わなくては。私が妻になり、先輩を超絶サポートする。任務成功のため、娘の教育は徹底管理して。アーニャ、このお姉さんが母になるの、断固拒否。なんで二人は無言で見つめ合ってるんだ。ただいま。何をやっているんだ、アーニャとヨルさん。父、おかえり。おかえりなさい、ロイドさん。今、アーニャさんとお絵かきをしていたんです。そうでしたか。母子の交流は順調と言えるな。仲が深まることはこの任務でも有利に働くはずだ。なんだか楽しくなってきちゃいました。アーニャ、よかったな。うい、母とのお絵かき楽しい。アーニャさん、何を描いているのですか。今、アジトのマップを作っている。アジト、このうちの地図に見えますが。そう、秘密組織 P2 のアジトだ。なるほど。リビングには何て書いてあるんですか。ここは司令室だ。毎日情報を集めている。それでは私の部屋は秘密の場所。母の部屋は秘密を知ったら生きては帰れない。そんなことないですよ。そろそろご飯の準備をするか。
けべき。アーニャ、悩みある。え、どうしたの？アーニャちゃん、悩みがあるなら相談に乗るわよ。勉強のこと。アーニャちゃん、お勉強苦手よね。授業中も寝ちゃってたりするし。でもアーニャちゃんが頑張ってるのは知ってるわ。そのうちテストの点だって取れるようになるわよ。それに私も苦手なところもあるし。そうだ、今度一緒にお勉強しましょうよ。とにかくできるところからコツコツやっていくしかないわね。一緒に頑張りましょう。うい。アーニャ、お掃除頑張る。黙って掃除しろ。こいつの嫌味なんて気にしないで一緒にお掃除頑張りましょう。アーニャちゃん、ドキドキ。お掃除ミッション開始。まずほこり払う。それからほうきで掃き掃除。その調子よ、アーニャちゃん。早く掃除終わらせてお家に帰りましょう。うい。もっとエレガント。校内を走り回るんじゃない。常にイーデン校にふさわしい振る舞いを心がけるのだ、フォージャーよ。ふさわしくしたら星も取れるます？もちろんだ。大切なのは日々努力を続けることだ。お帰り。この部屋のどこかに必ずあるはずだ。先輩、何を探しているんです？父に隠されたピーナッツだ。必須。必ず見つけてみせる。アーニャさん、あまり散らかしてはダメですよ。ここにもない、こっちにもない。この引き出しの中は。あった！さすがです、先輩。アーニャさん楽しそうですね。you
それが E 電工から出された宿題か。お前向きの宿題だが、普段もそれくらいやる気ようだな。まあまあロイドさん、アーニャさんが宿題にやる気いっぱいなのはいいことですよ。それでアーニャさん、お友達はどなたを描くつもりなんですか？ベッキー。ブラックベル家の娘か。アーニャとはかなり親しくなっているようだな。アーニャさんとベッキーさんは本当に仲良しですね。うい、アーニャとベッキー仲良し。うん、そろそろご飯の準備をするか。
モホー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 リニューアルしたばかりだから安心しろ。あーにゃ、またいっぱいペンギンさん見たい。ペンギンパークか。そういえばロイドさん、以前もペンギンさんに夢中になっていましたね。あの、ロイドさん、可愛いペンギンさんに出会えるといいですね。え、あ、ああ、そうですね。なんだ、ヨルさんはペンギンが好きだったのか。父と母愉快。
まずはペンギンコーナーから行くか。ペンギン好き。ミル。ペンギン。ミラ。ミラ。帰りに買い物もしていきましょうか。いいですね。アーニャさんは何か食べたいものありますか？アーニャ、ピーナッツがいい。わかったわかった。夜さんもお疲れ様でした。お出かけ楽しかった。次のお出かけはどこ行く？ブフブフ。落ち着け。一休みをしたら話し合いを始めましょう。Thank you.
じゃあ次のお出かけはみんなで町に買い物に行くのはどうだ。お買い物いいですね。あーにゃ、ピーナッツ欲しい。わかったわかった。ヨルさんは何か買いたいものとかありますか。そうですね、ココアがなくなりそうなので買い足そうかなと。ココア、よし、次のお出かけは町に買い物で決まりだな。掃除を終わらせろよ。そうだそうだ、ダミアン様の手を煩わせるな。庶民はほんとどんくさいですね。ムカつくけど我慢。次男と仲良くならないと世界平和が。こら、アーニャちゃんをいじめるのをやめなさいってば。インペリアルスカラーになりたいならもっと大人になりなさいよ。なんだよ、お前には関係ねえだろ。行こ、アーニャちゃん、あんな奴らと喋ったって無駄よ。ベッキーかっこいい。大丈夫よ、アーニャちゃん、何かあっても私が守ってあげるわ。あら、ありがとう、アーニャちゃん。このハンカチ、すごいふわふわ。わかる？普通のハンカチと違って素材がいいの。デザインも可愛いし、手触りがいいところも気に入ってるのよね。癖になる触り心地。わかるわ、ずっと触っていたくなっちゃうわよね。そうだ、アーニャちゃん、よかったら今度このハンカチのお店に行ってみない？いろんなデザインのハンカチがあったから、きっとアーニャちゃんの好きなものもあると思うわ。先生、掃除終わりました。おお、しっかりきれいに。ん？何かまずかったですか？あ、次男の肩にでっかいホコリついてる。ホコリ？お、ほんとだ。気をつけたまえ、ダミアン・デズモンド。服装の乱れは心の乱れだぞ。気をつけます。服が汚れるほど掃除を頑張ったということだな。その努力はベリーエレガントだ、デズモンド。はい。
よかったな、次男。な、見てんじゃねえよ、チンチクリ。お帰りなさい。うん、キュップ姉さんから聞いたが、この前のテストは赤点取らなかったんだってな。私が秘密組織 P2 のボス、キメラ長官だ。君が新しく入った新人くんだね。水族館から来たペンギンと申するます。ゼロロスお願いするます。うむ、エージェントアーニャくん、レイのものを、うひ、半分こしたピーナッツをお互い食べる儀式、それをやると正式に我が組織の一員と認められるのだ。ポリ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 。今日から君たちは仲間だ。平和のために頑張りたまえ。うい。エージェントアーニャ君、
新人くんに我がアジトを案内してやりたまえ。おきどき、ここがアジトの司令室だ。この機械で毎日情報を集めている。アニメを見ている。こいつはエージェントチッチ、何でもできるスーパーエリートだ。なんだ、スパイごっこか。こいつはエージェント母、強いけどあとはダメだ。そんなにダメですか。二人ともアーニャの立派な子分だ。次はこっちだ。父の部屋だ。我が組織の最大の秘密の場所、心してかかれ。うい。では、こら、何してる。勝手に入ったらダメだとあれほど言ったろ。いや、ハサミとかストーブとか危険なものがだな。本当はもっと危険なものが。そうですよ、ダメです。私の部屋にも毒針などが。父も母も嫌い。アーニャ家でする。まずいぞ。このままではオペレーションストリクスが瓦解してしまう。先輩、世界平和のためには泣いてる場合じゃないですよ。アジトの案内はこのくらいにして次の任務に向かいましょう。そうです、悪い奴らをやっつけに行きましょう。よし、ついてこい。お前ら、二番街のお菓子屋さんが悪者に乗っ取られた。助けに行くぞ。え？気をつけろ、敵の罠が仕掛けられてるかもしれない。さすがっす先輩。何あれ、仲良し家族ね。スパイは目立ってはいけない。新しい任務は C 暗号での指令か。まったく、本部の人手不足は深刻になってきたな。ぼやいていても始まらないか。さて、勇敢で暗号を照らし合わせて。なんだ、勇敢がない。どこへ行った？確かに買っておいたはずだが。アーニャ、お前が落書きしているのは、それは置いてあった新聞紙。書き心地がいい。アーニャ大満足。今日の勇敢、お前、それはな。アーニャ、お絵描きをやめて話を聞け。ふんふんふん、お絵描き、お絵描き。アーニャの絵を見てる。アーニャの芸術性に気づいた。父、母、できた。アーニャ上手に描けた。な、ああ、あれは一体なんだ。全くわからん。アライグマ、いや、クマか。ガーン。わー、アーニャさん上手ですね。えへん。なに、ヨルさんはわかったのか。こいつが何を描いてるのか。母親だからわかるのか。子供の描く絵って不思議ですよね。何かは分からなくても楽しさが伝わってきます。はあ、
これわかる？猫ちゃんですか？可愛く描けてますね。まさか。もしかして違ったのか？違いました。これはかなり難問ですね。これはキリンさんですよ。この首の長さはそうですよ。いや、この縞模様はシマウマだろ。でもこの模様だとチーターさんかもしれません。パンダという可能性も。父と母、的外れ。答え、牛さん。ボフボフ。ボンドなら分かってくれるはず。ボフボフボフ。そろそろご飯の準備をするか。Thank you.